ね。要注意、まるでコロナ禍のよう、中国でマイコプラズマ肺炎急増。約8割が12歳以下の子供。日本で広がる可能性は。中国では9月以降、マイコプラズマ肺炎などの呼吸器疾患にかかる子供たちが急増し、小児科病院では混乱が続いている。お隣の韓国でも同様に感染が広がっている。24日、北京市内の病院を取材すると、混雑する医療現場の実態が見えてきた。院内は新型コロナ拡大時のような光景。中国国内の病院で撮影された映像には、多くの人が受付に向かって行列を作っている様子が映っていた。その行列は画面の奥の方にまで伸び、付近には赤ちゃんの泣き声も響き渡っているのがわかる。また、別の病院では、待合室のベンチをベッド代わりに眠る家族の姿も見られた。北京市内で小児科の病院を訪れると、目につくのはマスク姿の子供たちの姿。院内の感染科と書かれたスペースは、椅子に座ることもできないほどの人で溢れ返っていた。受付のスタッフは、ゴム手袋にマスクと帽子をかぶる完全防備体制で、新型コロナ拡大時のような光景だ。院内にいた子供を連れてきていた親に話を聞くと、軽い肺炎です。何日も並びました。心配でないわけがないでしょう。焦ってしょうがない。別の親は、熱と全身の痛みです。肺炎はとても心配です。症状は熱と全身の痛みです。肺炎はとても心配です。と話した。こうした状況を受け、WHO 世界保健機関は、中国に対し、呼吸器疾患の増加や子どものクラスターに関する情報を提供するよう要請した。中国の SNS にあふれる院内の混乱ぶり。中国の SNS には、各地の病院における様々な混乱ぶりが投稿されている。21日に SNS に投稿された映像には、点滴を掲げた状態で、列を作る大人たちの姿、子供の診察の順番を待ちながら点滴を持ってあげているようだ。さらには25日に投稿されたものを見ると、保護者の皆様へ、現在子供の患者が多く、700人以上が並んでいます、という病院内のものと見られる掲示板もあった。中には24時間以上待ち、と丸1日以上の待ち時間が示された病院もあり、張り紙の後ろの警備員は眠ってしまっている。マイコプラズマ肺炎は強い感染力、日本への影響も。心配されるのは広がりを見せるこの肺炎の日本への影響だ。24日の閣議後会見で武見敬三厚労相は中国政府に対して新たな肺炎の状況について、情報をこちらにも伝達してほしい旨、要望しているところ、と述べた。肺炎の正体は、発熱や咳の症状が出るマイコプラズマ肺炎で、感染力が強い疾患とされている。実際に日本国内でも広がる可能性はあるのだろうか。伊藤王子神谷内科外科クリニックの伊藤博道院長。国と国の行き来が今通常通り盛んに行われている現在では、中国から日本にこの感染症が持ち込まれるということはあると思います。すでに韓国でも感染が広がっていることから、日本にも影響が及ぶ可能性はあるという。韓国でのマイコプラズマ感染症による入院患者数は、この1ヶ月で2倍以上に増加。約8割を12歳以下の子供が占めているという。伊藤博道院長。今後、1ヶ月から2ヶ月、もしくは3ヶ月くらいの間で、数百万人くらいの感染者数が出てもおかしくないのではないか。大規模感染の恐れもあるこの感染症は、なぜこのタイミングで急増したのだろうか。伊藤院長。新型コロナが流行ったことによって、免疫力を獲得する機会がなかったりとか、免疫力、抵抗力が弱まっていたことによって、急速に爆発的に感染が広がった。
WHO は中国当局から新たな病原体は検出されていないとの報告があったと発表。これまでの情報から渡航制限などは必要ないとしている。通常の抗菌薬が効きにくいマイコプラズマ感染症とは、中国で子供の呼吸器感染症が増えているという報道がありましたが、マイコプラズマ感染症などであることが分かっています。マイコプラズマ感染症は重症化すると肺炎を起こすことがあり、その場合適切な抗菌薬を選択する必要があります。日本でも今後増えてくる可能性があり、注意が必要です。増加が懸念されるマイコプラズマ感染症。これまで中国はゼロコロナを目指していました。そのため、この対策の緩和による反動は大きく、あらゆる呼吸器感染症が増加に転じていることが注目されています。世界保健機関 WHO は中国北部で報告された小児肺炎の集団発生について、マイコプラズマを含む一般的な呼吸器感染症であることを報告しています。1. また、韓国の疾病管理庁のまとめによると、マイコプラズマ肺炎による入院患者が前年同期と比べると約2倍に増加しています。2. このほとんどが子供です。日本では2016年以降、明らかなマイコプラズマ肺炎の流行は見られていません。とはいえ、決して楽観視できる状態にあるわけではなく、学童の約半数は抗体を持っておらず、いずれ流行が拡大するのではないかと警戒している状況です。マイコプラズマは細菌。マイコプラズマと聞くと、なんか恐ろしい感染症のように思われるかもしれませんが、呼吸器感染症ではありふれた細菌感染症です。インフルエンザや新型コロナなどのウイルスとは分類が異なり、マイコプラズマは細菌に位置づけられています。上述した韓国の報告にあるように、子供に多いというのが、この感染症の特徴です。マイコプラズマ感染症の特徴。幼児期から学童期の子供に多い。咳が3、4週間長引くことがある。感染しても血液検査で白血球が上昇しにくい。細菌感染症に対してよく用いられる、ベータラクタム系抗菌薬が無効。新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスと比べると、感染症はそれほど高くありませんが、咳やくしゃみによる飛沫によって、周囲に感染が広がっていきます。マイコプラズマ感染症の症状は、マイコプラズマ感染症の潜伏期間は約2週間と長く、初発症状は、発熱、倦怠感、咳などです。細気管支炎、肺炎を併発すると症状が長引きます。咳は長いケースだと3、4週間くらい続くこともあります。子供の場合、喘息のような細気管支炎になることも多く、熱とゼーゼーが両方ある場合は、本症を疑う必要があります。喘息ではない子供がマイコプラズマに感染することで、その後の喘息リスクが3倍以上に上昇するというデータもあります。3. 世の中の喘息はアレルゲンだけでなく、こういった幼少期の呼吸器感染症が影響しているという説もあるくらいです。マイコプラズマ感染症の治療や予防法は？一般的に肺炎の治療には、ベータラクタム系という抗菌薬がよく使用されます。しかし、マイコプラズマにはこのタイプが無効なので注意が必要です。一般的にマクロライド系という抗菌薬が用いられますが、これにすら耐性を持っている耐性マイコプラズマがアジアで増加していることが問題となっています。4. 耐性の場合、子供にはトスフロキサシンなど別の系統の抗菌薬が使われます。5. 肺炎でない限り、マイコプラズマ感染症に対して必ずしも抗菌薬が必要というわけではないので、適正な抗菌薬使用が望まれるところです。マイコプラズマ肺炎は学校保健安全法で第3種学校伝染病に分類されています。そのため、
診断された場合、感染の危険性がなくなったと判断されるまで、出席停止の措置が取られることがあります。新型コロナやインフルエンザとは異なり、マイコプラズマには有効なワクチンが存在しません。そのため、個々に感染対策を講じるしかありません。すべての呼吸器系感染症には、接触、飛沫感染対策が肝要であり、大きな感染を起こすこともなく、この冬を乗り切りたいものです。パンデミックの原因は、貧しい人の海外旅行が可能になって、発熱していても金を払ったからとか、仕事からとかで来る人が増えたせい。日本でも同じような理由で職場に来て病原体をばらまく人がいますから。庶民の団体旅行のなかった時代は、SARS のように新型ウイルスでも局地的なもので済んだ。中国の発表通り一般的な病原体だとしても、感染しているのに来る人が多ければ、パンデミックになります。